はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はポジティブ思考の罠という話をしていこうと思います。実はポジティブ思考ね、まあ何事も前向きに捉えましょうみたいな、しんどいことがあっても辛いことがあっても苦しいことがあってもとにかく前向きに考えれば何でもできるんやーっていうような考え方がやむっていうね話なんですけど、まあ、くよくよするな、何事も前向きに捉えることが大事なんやっていう考え方が心を壊すっていうことが分かったんですね。で、ポジティブに考えること、ポジティブ思考っていうのが鬱につながるっていうデータっていうのが、まあ、結構揃ってきたそうなんですよね。なので今日はそれについてお話をしていきます。で、研究なんですけど、これはまず学生を対象にね、研究を行いました。で、どんな研究かというと、全員に仮想のシナリオっていうのをイメージしてもらうんですね。例えば、あなたが営業マンですと。で、クライアントにビジネスを拡張するために、こういうことをしたらいいですよっていう提案する場面っていうのをイメージしてくださいっていうような、まあ、シナリオを考えてもらうと。で、これらの仮想シナリオっていうのを何パターン、確か12とかでしたかね。12くらいのパターンを繰り返してもらって、そのシナリオに対するポジティブの度合いの点数っていうのをつけてもらいました、そうすると結果どうなったかっていうと、前向きな空想イメージをした学生さんに関しては、その直後はああなんかうまくいったわとか、いや俺って天才じゃねみたいな風に気分が良くなったんですけど、1ヶ月後にはうつ状態が増加したんですよね。で、それから普段からポジティブな想像をする学生ほど長期的になるとうつになる可能性が高くって、半年を過ぎた後でもうつ状態が確認されたっていうことなんですよ。で、これってなんでなのっていうと、ポジティブがうつの原因になるのはなぜかっていうと、単純にポジティブに物事を考えることが結果的にうつにつながっていくかっていうと、そういうわけではないんですが、無理にポジティブを装うことは長期的に見て精神的に何ら好影響をもたらさないっていうことが分かったんですよね。しかもモチベーションを下げてしまうんで注意が必要と。どういうことかっていうと、うまくいきません。そうするとモチベーションが下がります。で、自分のことをダメなやつだって思い込んじゃいます。そうすると行動力が下がる。何かっていうと、ダメなやつが行動するともう嫌なことしか起こらない、やばいことしか起こらないっていうことで、まあ、怖がってしまうと。そうするとまたモチベーションが下がる。モチベーションが下がるとダメなやつだと思い込んでしまうという無限ループって怖くねっていう状態になっちゃうわけなんですね。あともう一つは、モチベーションが下がるだけじゃなくって、そのうまくいっている自分を想像したけど現実世界ではうまくいかない自分だったっていう、そのギャップに自分を追い込んでしまって結果行動力が下がるっていう、そういった切り口もあるので、ポジティブに何事も考えすぎるっていうのは結果悪影響しかないんじゃないかっていうところなんですね。じゃあどうしたらいいのかっていうと、やっぱりありのままで行く方がいいよっていうことなんですね。自分の思考に逆らうこと自体がそもそもアウトなんですよ。人っていうのは嘘をつくことで相手を騙して、例えば、いやー奥さん今日もお綺麗ですねとか、旦那さんあなたのもうファッションセンスはたまりませんわっていう風に言うのはいいです。そうするとまあお上手とか、君にいい目持ってるねみたいな感じで相手は気持ちよくなる可能性はあるんですよ。ところが嘘をついてなんか気分良くさせたこととか、そもそも自分に対する約束ごと、なんか1週間毎日運動を続けるとか、1ヶ月禁煙するとか禁酒するとかっていう約束をして、それができませんでした、嘘ついちゃいました、約束破っちゃいましたっていうことに対して罪悪感を覚えてしまうんですよね。で、その罪悪感が結果的に自分のことをさらに責め立てることになってしまうんで、結果心を病んじゃいますよっていうことなんですね。だから自分が思ったこととか、ポジティブだろうがネガティブだろうが、約束を破ろうが破らないからおうが、それが自分なんだっていうことをきちんと素直に受け取っていくっていうことが基地ですよと。破った自分がダメなんだとか、嘘ついた自分がダメなんだとか、ポジティブに考えられない自分はダメなんだっていうものじゃなくて、ポジティブに考えられないことは全然問題はないし、時々約束だって破ってしまうことあるよねとか、嘘ついちゃうこともあるよねっていうのが大事ですね。まあ嘘をつくのは一番良くないかもしれないですけど、約束破ること自体は別に問題ないと思うんですけど、自分に対して嘘つくのっていうのは控えた方がというところなので、ぜひ心がけてみてください。ということで本日はポジティブ思考の罠というお話をさせていただきました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。